だセレッソ大阪 U23 もサイドバックはかなり、おっとここはブロックに行ってゴールはそのボールはそのままどうだ、あそのまま入って先制は川田マーレ讃岐です。そして重松の落としから岩本が来る、岩本が来てここは絞りましたが流れてくる重松健太郎、折り返しから重松のシュートだ。竹内が自ら持っていって長いボールをサイド変えてきて左、森川中を持っていって低いボールどうだ、決まったか。鈴木がリズムを取りながら、さあそして重松がシュートまでいけるか、重松左のワイドは森川です。スローイン岩本からもう一度森川左足のクロス、ファーサイドに流れて折り返します。さあこれがまだ続いていますが、こぼれ球押し込みました。重松のボールでで竹内がサイドを変えてきます。右のウイングバックは川崎、そしてブランド健心がここに、さあ高木中を見てどうだ、シュート決まった。守るゴールキーパー小澤明人、重松決めてきた。